うん、座ってくれたっていいよ。ステップこっちら辺になるんですよね。あ、違う違う、ステップはそれ仮でついてるだけ、そんな場所じゃないよ。ミドハイやろ、ここら辺っすよ。そうそう、大きさ的にはこっちの方が似合うっしょ。うん、こっちやな、うん、こっちやな、こっちの方がいいな。うん、何の嫌味もない。ハンドルとのなんか感じにもよく似合ってると思う。やっぱこのヘッドライトがさらに似合うね。楽しいやろ、進んでいってんの。コンボが止まらん。マフラーまでは作れへんけどな、きっと。もだいぶ形になりましたよね。そうやね、いい日やで今日は。いっぱい見てもらえる。乗れてるやん。めちゃめちゃ汗かいてますよ。え、そうな。そうか。普通に見えるけどな、運転。めっちゃ怖い。マジで。すぐ慣れるわ。安心やん、いけるやん。緊張した。緊張した。楽しかったよ。乗り足全然ちゃうやろ、ルネッサと。もう姿勢がちゃいますもん。うん、せやね。ケツどうやった？慣れ。あんまり
結構ガツンってくるとき 足でこう、ああそうミドハヤとそれができるからケツ浮かすんですかね。うん、ちょっと足裏にくっとだけ力入れるだけで全然大丈夫やで、まあ、思ってるほどそんなガツンってこなかったんで。うん、シートの位置とかちょっと考えてるからいろいろ、まあまあ大丈夫やと思うで。かっこいいやん。緊張の後の顔めっちゃ疲れてる。明日の、あ、じゃあ明日から仕事か。どうせ雨やな。でもまあまあまあ来週休みあるんで、うんうん、それで京都まで行こうかな。